さあ皆さんどうもケイです。今回はですね、久しぶりに釣り具屋さんに行ってきました。めっちゃ久しぶりに行った。本当に1ヶ月以上は行ってなかったんじゃないかな。買ってきたものをね、みんなに見ていただこうということで、結構買いました。2万5000円ぐらいかな。はい、じゃあ見ていきましょう。まずこちらですね。はい、これリーダーです。リーダーに20ポンドフロロ、そして、25ポンドフロロ、これを買ってきました。バス X っていうね、これいつもインプレとかで使ってるやつなんですけども、これの 100m 巻きがあるんですね。で、リーダー専用のラインも、まあもちろんね、今まで使ってきてるんですが、やっぱりね、ちょっと少ねえ。気づいた時に、ああねえみたいなことがあるんで、僕はこの 100m 巻き見て、このサイズ感がちょうどいいのよね。うん、はい、というわけで、まあ、とりあえずこれは、まあ、リーダー用として使っていきます。そして、次、シンカーですね。はい。大量に進化買ってきました。こちら、ボロボロになってたりとか、ロスったりとかで、新しく、ビーンズ進化ですね、ビフテキ。21。はい。まあ、それぞれ2個ずつかな。17.5。これが28ですね。28。で、17.5、28、21と。こんな感じで買ってみました。まあ、当然ながらロックフィッシュに使うということで、まあ、1個見ていきますと、17.5g で、まあ、この大きさ見てもらうと分かるんだけども、ちょっとでっかいんですね。はい、当然ながらこれタングステンではないので、ちょっと大きめになっております。でタングステンもモデルもあるんですけど、値段が高いだけならまあまあ別にいいんですけど、ちっちゃくなってね、当然比重が重くなるんで感度も良くなるっていう話でいいんですが、ロスんのが怖いのよね。僕これ使うのが基本的に位相が多いんで、タングステンすぐロスだねっていうところで、はい、まあ、とりあえずはこれで、様子見たいと思います。こちらね。で、やっぱ夏なんでね、ロックフィッシュが楽しいので、ロック用の進化、これはいるだろうということで。で、ロック用に、まだあるよ。今度は、ジグヘッド。うわ、落ちる落ちる。はい、ジグヘッド。これ、ネウオ玉のジグヘッドですね。こっちも、ネウオ玉。28と21。これを、かけ2ずつ。購入してきたという感じで、はい、これもスタックしてバーンって外したら針先がもうダメになっちゃったりとか、あと伸びたりとかね、ロスったりとか、まあ、そういうところもあるんで、これも購入してきたと。で、さらにこちらですね、スナップ、これになります。これもね、切らしてたんで、まあ、ちょうどいいかなということで、ボンバダのスナップですね。もうこれ結構愛用してます。エコノミータイプでいっぱい入ってる。1600円ぐらいだったかな。じゃあ次にワームゾーンですね。ワームはこちら、久しぶりに買いました。これドライブクロー、めっちゃ久しぶり。川エビというカラーですね。これ絶対釣れるでしょ。バスにも使いたいし、さっき言ってたよね、こういうロックフィッシュにももう 100% 釣れちゃうんで、こんなん、はい、これを使っていきたいなと思います。ほら見える、これ絶対釣れてまうでしょっていう色。ただ海で使うにあたって嫌なのがフグよね。このドライブクローってやっぱこの爪が特徴で、こうバタバタバタってするんですけど、この爪をフグにかじり取られるっていうのが一番最悪、うん、まあ、ちょっとねフグが多い場所では避けて使ってきたい、大事に使っていく、うん、で次、これはですね、ロックフィッシュに使おうかなと思ってます。はい、バラップスイマーですね。僕これボトムアップっていうメーカーなんですけど、好きなので、このパラップス今、まあ、応援する意味も込めてね。で、これ動画でこうやって出すことによってみんな見てくれるから。あ、こういうシャットテールあるんだなってわかるでしょ。はい。パラップス今ね。まあ、なんでボトムアップが好きかっていうと、川村幸太郎さんが好感度しかないという。うん。で、釣りスタイルもなんとなく似てて、結構ストイックなんですよね、川村さんね。僕もどちらかというとそっち向けなんで、余計に好感が、好感度というか、まあ、親近感というか、まあ、そういうものがあるというね、はい。そして次、こちらですね。一世の、はい。この海太郎の方のヤバクネ、カタクチワームか。これヤバクネですよね、これね。カタクチワームヤバクネっていうのが、バス用のお名前だったと思うんで、で、これね、結構実はいい動きするんですよね、ジグヘッドとかで。この、尻尾が、これがね、ピピピピピピってこう動いて、これシーバスを何本か釣ったことあるんですけど、これはいいなということで購入してきました。は
はい、でも書いてるけども青物いけるしヒラメいけるし根魚いけるしでシーバスもいけるしってことでね、これを使っていきたいと。でまあとりあえずこれ撮影し終わったらこの目玉をつけていく作業をやりたいと思います。そしてはい、キャラメルですね。キャラメルシャット、これの4インチ、これもロックフィッシュに使いたいなと思っているもので買ってきましたね、キャラメルシャット。あ、でまたあるわボトムアップ、はい、これもボトムアップのホック系ワンですね、ブルースホックの3インチというやつです。こっちのドライブ、これ両方ともね、川村さんがもともと作ったやつなんですよね。こっちも川村さんが作ったあのドライブクローっていうやつで、もともとこの OSP っていう会社にいらっしゃったんですよね。でそこから独立してのボトムアップっていうところになったんですけど、両方プロデュースは川村さんということで、出してみる。これじゃねえよ。2000回っていう話、視聴者からしたら。はい、こんな感じですよね。プリプリで、なんかこうね、こういうバサロアクションっていうの、こういうのなんですよね。で磯とかでやるとね、駆け落ちていくシーンっていうのはすごいあるんですよね。こう駆け上がって、まあ、岩の上にね、こう下りの上にこう乗って背の上に、でそこからスーンと落ちていくみたいな、でその時にふわ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 っていって動きながら落ちていくっていうのがすごい効くと思うんですよね。なんでこれで、あの、ドライブクローも一緒で、あ、これエビ臭。エビ臭。この手がブル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 ってなって落ちていくっていうのでね。で、次、ちょっと次変わり種ですね。初めて買ったこれ。これ。レイドジャパン、ビッグツーウェイ。これ。僕がレイドのワーム買うなんて相当珍しいよ、俺。まあ、なんとなくね、パーって見てたら、まあ、これがあって、で、まあ、あの、存在はね、当然知ってるんだけども、これって、ロック、またロックで申し訳ないけど、ロック釣れんじゃねって、うわ、ほら、これ。と思って、買ってみました。これ、フックってさ、どうやって刺すの？ちょっと後で調べないかんな。ここまででいいのか、もう、ここ貫通してこういう風に刺してもいいのか、要はあのフックを出すポイントですね、ここまでにしなきゃいけないのか、ここで出してもいいのか、ここで出してもいいのか、当然アクションに影響してくるんでね、できれば多分ここまでの間にフックをこう出すっていうのが一番ベストだと思うんですよね。ここから頭刺してここに出すみたいな、でちぎっても使えるしみたいなやつですね。これをちょっとロックフィッシュでも、こういう得体の知れないものってなんか釣れんじゃねと思うんですよね。見たことないと思うのよ、ロックたちもなかなかいないでしょ、こう海でこうロックフィッシュ狙いでこういうね、虫みたいなやつ投げる人、うん、エビとかさ、シャットテールはいると思うけど、うわうわぬめぬめがえぐい。さあそして次ですね、次はちょっとライトゲーム用のブレード買ってきました。こんなんもう釣れてまうやろっていうやつですね、巻きジグ、これはあのエバーグリーンじゃないわ、メジャークラフト、はい、メジャークラフトの巻きジグっていう、巻きジグマイクロっていうやつですね。開けてみましょう。プラグはぬめってないからいいわ。はい、こちらが巻きジグマイクロの 3g ですね、はい、今はね本当に加工とか行くとメッキとかがいるのこれすごい楽しいんですよね。あの漁港にカマスとかがいたりね、はい、当然まあアジ、メバルとかもいけるんでしょうけど、はい、これ。そしてまだありますよ、こちら 5g、 そして 7g、 ちょっとダブルで開けてみよう。はい、こんな感じですね。手前から 3g、 5g、 7g っていうことでね、かわいい。はい、これ使ってちょっとねメッキゲームとか、あ、まあ、アジメバル楽しんでいきたいと思います。でちょっと説明書き見ときますと、アジやメバル、これね、アジやメバルなどのロックフィッシュに対応する巻きジグマイクロ、専用ブレードを標準装置装備し、ただ巻き、ワンピッチアクション、フォール、どんな時でも効果的にアピールと。コンパクトシェイプ採用、食いしぶりなし。コンパクトシェイプ採用でシルエットが小さく、ハイプレッシャー時にも最適です。ジグに対して垂直の愛がフックとブレードをコンパクトに一体化、遠投性能にも優れています。安定した水平フォール姿勢、うん、ゆっくり見せて食わせますと、ああいいかも。まあだから、
リフト&フォールとかでも全然いいってことですね。ライトゲーム専用ブレード採用を超アピール。ジグのアクションを邪魔せず効果的にアピールできるライトゲーム専用のブレードを採用。もちろん飛距離も落としませんと。うわ、いいですね、これ。こんなん連れてまうやろうっていう感じですね。はい。これでちょっとライトゲーム楽しんでいきたいなと思います。はい。そして次、まあバス用ですね。バス用なんですが、どれからいこう。これいきましょう。はい。スティーズペンシル 75F っていうやつですね。ペンシルベイト。まあ最近ね、僕、ロッドがロングロッド化してて、こういうペンシルとかね、ちょん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 って細かくアクションしていくルアーとかあんま使ってなかったんですけど、なんかちょっと使ってみたいなという気分にね、なりまして、これ買ってみました。ちょっと開けてみます。ちなみに、サイズは当然 75mm で、自重が 7.2g、そしてフローティング。フックが7番、で、リングが2番ですね。トップウォーターにできらないバスをも水面に誘い出す力を秘めたコンパクトペンシルベイト。いいね。基本動作は高速ドッグウォーク。小型ボディでこれほど綺麗に一つ一つのターンをこなすペンシルベイトは少なく、操作をする楽しさも体感することができると。で、またトップウォーターで釣ったことがないという初心者の方にも非常にアクションさせやすく、これがいいのよね。コンパクトボディで食わせやすい能力も高いため、数釣りにもおすすめできると。これがですね、僕ちょっとその革とかね、さっき言ったメッキとかね、そういうのにも使いたいななんて思ってまして、効くんじゃねと思ってるわけよ。うん。一定に動くというものに対して強い興味を示すバスに、このスティーズペンシルは絶大なパワーを発揮すると。また75mm という小型ボディながら、後方に重心を置くことで、ベイトタックルでの使用も可能になっており、ロングキャストが可能。広いエリアを広範囲にテンポよくドッグウォークできるため、サーチベイトとして役割も担うことができると。良さそうだ。まあ、要は小型で食わせやすくて、で、アクションさせやすくて、で、しかもそれが高速になっても波状せずね、一定にピン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 ってドッグウォークできるっていうね、そういうところが強みになっているっていうペンシルベイトね。あと、まあ、よく飛ぶでしょうね、これね。はい。こちらね。いいね。なんかぶっ飛びそうな感じはするよね。PE とかで使ったら。はい。ちょっとね、使ってみたいと思います。そして、もう一個。これです。スティーズペンシルのさらにちっちゃいやつ。これはね、今言ってたライトゲームとかでも使えるんじゃないかなと思って、こちら買ってきました。はい。60mm。もう書いてること一緒だと思います。うん、一緒ですね。ちなみにサイズはこれですね。60mm、そして 4.2g フローティングっていう感じです。フック10番のリングが2番と。からクリアワカサギ。クリアアデルワカサギね。はい、出ました。おぉ、ちっちゃいね、やっぱり。少しサイズがね、変わるだけで、こうも変わるかっていうサイズ感の違いがあります。全然違うよね。そして次、ラストですね。ラストはこちら。はい、メガバスポップ X。 これもですね、トップゲームで使いたいなと思って買ってきました。まあ秋とかね、秋終わりまでぐらいは使えると思うんで、こちらで僕はね、これまたソルトで使いたいなと思ってるんですよね。チヌトップとか、そういうのでね、バーンって出てくれたら楽しいよね。だからさっきのスティーズペンシルもどちらかというとそっちが多くなるとは思います。あったかい時期はね、やっぱソルトが楽しいのよね。じゃあ開けていきましょう。なんかこうやって潰してこう開けるといいみたい。おー、なるほど。はあ、こんなからですね。でポップ X もさ、これ税抜きでなんか1900円ぐらいしたんですよ。めちゃくちゃ高くない？ポップ X こんな高かったっけ。昔なんか1000円ちょいで買えたような気がするんですけど、高くなりましたね、本当に。でね、ポップ X ね、もっと持ってるんですよ。はい。真っ赤っかのやつもね、これ持ってるんで、これのちょっと色の使い分けとかでもね、楽しんでいきたいなと思っております。そんな感じで、久しぶりに釣り具屋に行って、いろいろ買ってきましたと。はい。というわけで、そんな感じで動画を締めたんですが、その後すぐに、これ入荷したよっていう連絡をいただきました。あ、ちなみにこっちにはポッキーあります。はい。プリッツか。はい。これ食べて編集してます。ポリポリ食いながらね、はい、仕事なり編集なりお菓子を食べながらやってるという、はい、なんでまあまあこれね、これが来たよっていう。でそして今日ね、ちょっと窓立ちの利川さんと一緒にお茶してまして、お茶っていうかね、実はこの折りからをまた出そうかっていう話をね、いただきまして、それで
ちょっとそれの先行で、なんかいろいろもらってきました。これもちょっと軽く見せておきましょう。これ後で行く。まずこっち行こうか。ストラディックの 4000XG、まあ、これもちろんいつも通り詳しいじっくりみんなに見てもらう細部までっていう動画は、また作りますんで、軽くねちょっと見ていただく。やっぱりねこの4000番、もう今回は注目なわけよ。無印の方のストラディック、あれすごい進化遂げましたよね、ギアが大きくなってで、まあ、アンチツイストフィンとかいろいろついてっていう、それをベースに SW の方を作ってあるということで、じゃあどっちがいいんだっていう話もあるんですけど、はい、ちょっと見ていきたいなと思います。これね、でハンドルも当然ねこう一体化になってる合成感のあるハンドルがついてて、これ結構迷われる方いるんですよね。じゃあ無印の4000番なのか、あこっちの SW の方の4000番、じゃあ どっち選ぶべきなの。これデザインいけてない、なかなか。ほら今回のストラディック SW もかっこいいよこれ。でこれ回してみた感じね、いやこれ2万半でこれっていう感じなんですよ。はい、感触ねめっちゃいいんで、これ楽しみです。使うの非常に楽しみ。まあ、ちょっと僕4000万をストラディックのね持ってないんで比較するもんがないんですが、まあ、ちょっといろいろ遊んでみたいなと思ってます。めっちゃ良さそう、これ本当に良さそうです。そして、これ窓立さんですね、先行してもらったやつ、はい、こちらですね。これギミキンっていうルアーで、僕折りからをね窓立さんに無理やりではないですけど作っていただいてたんですよ。で非常に好評でめちゃくちゃこう売れたんですけど、それのスローフローティングチューン版ですね。こうスーパースローフローティング、ゆっくりこう浮かぶみたいな。やっぱソルトやってたりとか、あとバスでも冬季、冬ですね、冬のデッドスローとか春先のこうゆっくりしたクランキングやりますせと、でそういう方の場合ちょっと浮力が邪魔なんですね。でそれがもう最初からされてるというモデルがこれになるということで、これはね、これはね窓立さんのベースカラーですね。こっちが何だっけ、ヒューゴだったかな。でこっちが青い川かなんですけど、僕のねめちゃめちゃ好評だったヒラシャインっていうカラーですね。それからホッコクリスタルっていう、これまたビューティフォーなホッコの宝石のようなねカラーがあるんですけど、それが再販されます。前回ねもう買えなかったですっていう声もあったんで、まあ、その時ぜひというところで、でもう一個ヒラシャインとホッコクリスタルとは別にオリカラも作っていただきました。だからその3種類が出ると、まあ、数に限りはありますが、なんでそれも楽しみにお待ちくださいと。またそれを別途ねちゃんと告知動画作るんで、ね、まあ、今回ちょっとさらっと、はい、このままチャンネル登録してお待ちくださいという感じです。はい、それでは皆さん、もうとにかくめちゃくちゃ暑いんで、まあ、僕結構地方行くんですけど、地方よりね都心部の方が暑いね。うん、マジ凶悪に暑いので、皆さん水分をしっかりとって夏の釣り楽しみましょうよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。